あ、どこ？あれ、今で、届いた。おー、びっくりした。こんばんは。ありがとうございます、来てくれて。なんであそこ入れないんですか？時計？何の時計ですか？時計？時計どうすればいいんですか？実家にあるんですか、時計？ん？時計がどうしました？ない？ん？それはお家でなくしたとか。ここでなくした。なくしたってここに住んでたんですか？わかんないけど俺の時計がある。言葉足らずだったらすいません。僕から見て70代80代に見えるんですけど、なんでスーツ着てるんですか？結婚式？葬式？二次会？終わった後の時計持ってきてくれ。時計、でもこんな広いんですよ。見つかんない。僕もさすがに一階にあったかな。先生、ありました。にあったかもしれない。時計どういう形か教えてください。四角っぽい、シルバーとか革とかゴールド。持ってきてほしい。わかります。ありました。ありました。行ってみましょう、一回。わかります。持ってきます。そしたら教えてくれますね、そっちのやつ。なんで塞がってるのか。いいですか。持ってきます。ちょっと時間かかります。どこですか。ちょうど一回ロビー、クロークの裏です。入り口の。行ってみましょう。わかります。入ったところです。近くで話してたような。なんでこの時計があるんだろう。テーブルの上です。地下です。あ、一回上。あ、地下だ。あれ上か。上？さっき言ってなかったんだ。うん、この部屋ありました。ここか、ここだ。すごい。ほら、あった。おー、すげえ。金の時計。本当だ。これですよね。多分動いてます。いや、動いてない。私的に行きましょうか。そうです。よかった。すげー、すごいすごいです。すごい。私に行きましょう。あったー、そうだ。すごい、すごいです。いやー、すごいですね。トレンド立ちました、これ。さ、これ。そう？よかったー。え、ここに置くわけいかないな。おいで。ゆっくりでいいよ。今おじさんどこにいますか？ここにいます。よかったです。では、
聞きしたいことが、大浴場のところがなんか荷物がいっぱいあって入れなくて、なんでああなってるんですか？ロープがあっただろう。ロープって何ですか？で、そこに時計を置いとくと誰か入ってきて、奥さんまだ取られるかもしれないから、どこへ行こう。この中置いときますよ。いい。ここね、ここ。これは、ごめんね、それだけが心の声だけど、いけなそうだな、そっち。僕だけでもいけるかな。ちょっともう一回見てみますか。じゃあ私ここに危ないんで、はい、どうですか、いけそうですか。待ってください、ね。ここはテープ。はい。次に。こんにちは。次にお水持ってますか？水持ってます。あ、じゃあ大丈夫。一気にここまで、はい、ここまで来てくれれば。あー、取れたよ。うわー、あ、水ないんだね。ごめん、水落ちちゃったんだ。ごめんね。よかった、来れた。なんかここの宿いろいろあるみたいだけどさ、守ってね。ごめんね、ちょっとここ揺れるよ。いいですか。大丈夫？自分ができることはきれいにすることしかできないの。こうやって守ることが、ここで守ることできないから、もし今後自分みたいな人たちが入ってきたら守ってあげて、お願いします。いつまでも守ってね。
寂しかったでしょ、ずっと一人だったの。泣かなくていいんだよ。ん？恨みもあんの？人ってそんな悪い人もいないよ。中には悪い人いるかもしれないけどさ、恨み持っていても仕方ない、持ってても仕方ないよ、そんな恨みなんて。人って優しい人もいっぱいいるんだよ、ね、自分は怖いと思わないもん、かわいかわしてるじゃん。大丈夫、いい子いい子いい子、大丈夫、できるよ、守れるよ、今後もずっと。ただなんか自分の身に危険が及ぶんだったら、それは呪ったりっていうか意地悪してもいいよ、ね、守ってね、ここの宿、変な人が入ってくるかもしれないけど、みんな嫌な人ばっかりじゃないからね。じゃあね、お別れだよ、今日で。じゃあね。いろんな方を守ってあげてね。寂しかったみたいです。悪い人もいっぱい来て、分解したりとか。物投げていったりとかって。なるほど。君か、笑い声ってそうでしょ。じゃあおりましょうか、ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたっけ、静岡最強心霊スポットって聞いたんですけど、それほど僕は怖いとか何も感じることなく、ただ人形が寂しがって、またいろんな出入りする人がいて壊したりとか、本当に遊び半分に来てくる方が多いって言ってたんで、それはちょっと悲しいなと思いました。最後、人形と会えてよかったですね。そうですね、会えてよかったのと、ただこういうとこに来るときには、なんかやっぱりお供え物とかしてほしいなと。許可取りました？許可。しといた。許可取んないとダメですよ。あ、そうなんですか。はい、そう、うちらからちゃんと撮ってる。許可取ってます。あ、そういうことですね。はい、危ないんで。ということなんですよね。ということなんで、管理人の方にいっそここ閉じてもらうように言ってみます。そうですね、長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。なんか何ですかね、なんかこうすっきり終われない感じが。はい、ありがとうございました。こんばんは、橋本京美です。
いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。告知になります。いつもすいません。この度、共鳴塾、四柱推命、また、九星気学コースの募集を行っております。四柱推命コース、2月23日、水曜日開講となります。四柱推命とは、生年月日と出生時間、また出生場所、親の兄弟の人数から算出される占いになります。この講座では、1年間にて、約52万パターンの運命を算出する方法を習得することができます。占い師への第一歩を踏み出すこともできます。どこの学校でも知らない、教えてくれない、ネットでも一切書かれていない四柱推命を橋本共鳴が直接ご指導いたします。その方の運命を判断するのみならず、悪い事柄に対する対策や解決方法も説明しております。仕事、金運、恋愛、健康、あらゆる運気に役立ちます。この生年月日は髪の色は茶系がいい。またはこの生年月日は髪の短い方が異性から声がかけられる。などと診察という授業も行います。九星気学コースは2月28日月曜日開講となります。引っ越し、旅行など法医学における吉凶を知る学問となります。例えば取引や商談の成功率を高めるにはどの時間にどの方角に行けばいいのか、恋愛においてデートや告白はどこに行けばいいのか、など具体的で細やかな戦略を知ることができます。また相手の悩み事をズバリ当てたり、それに対しての処方を知ることもできます。統計学による宝くじの当て方の講義もございます。こちらのコースも四柱推命同様に、どこの学校でもわからない、教えてくれない、そういったことを橋本共鳴が直接ご指導いたします。いずれもプロ副業として収入を上げたい方にも対応しておりますので、1年の講座の後には皆様ご自身がしっかりと鑑定できるようになります。皆様のご応募をお待ちしております。